鈴木浩二のパワートーク。皆さんこんにちは、小説家の鈴木浩二です。専門家による解説編、23年バージョンです。早速行ってみましょう。皆さんこんにちは、経済ジャーナリストの石井隆明です。鈴木浩二のパワートーク、経済問題、エネルギー問題の解説に呼んでいただきました。今日は台湾有事、日本にエネルギーが来なくなったらという話をしたいと思います。まあ、台湾をめぐる、エネルギーまた政治状況がかなりきな臭くなっています。1月9日にアメリカの戦略国際問題研究所が、CSIS というんですけれども、台湾有事を想定したウォーゲームシミュレーションのリポートを発表しました。皆さんも検索していただければ結果が出てくると思います。まあ、要約すると、中国が台湾に上陸、占領を試みてもアメリカと日本が参戦すればという条件付きですけれども、台湾を守られるという結果になっています。ただ中国も日本もアメリカも台湾も大変な被害が起きるというものです。まあ、この研究では、日本からは中国側から沖縄、岩国、佐世保などの攻撃があるという生々しい想定も出ています。まあ、戦争前にはこういうシミュレーションがどの国もするんで、まあ、中国軍も当然やって見た結果を出しているでしょう。まあ、常識があれば中国は戦争を仕掛けないはずです。しかし、まあ、中国が台湾問題について向き合うのはですね、独立を許さないとか国の問題であるという態度を一貫してますので、そうならば採算性、人命度外視しても進行する可能性というのは否定できないんですね。で、実はこの結果があると常識的に正面攻撃はないでしょうけれども、別の方法で攻めてくる可能性は十分あると思います。まあ、言ってみればですね、今の中国軍を作ったのは初代国家主席の毛沢東さん、世界有数の、軍事指導者ですので、彼の言葉に、敵進めば退き、敵とどまれば撹乱し、敵疲れれば打撃し、敵が退けば追うという有名な戦争原則があります。まあ、正面攻撃以外の嫌がらせや攻撃を日本にしてくるかもしれません。まあ、実は怖いことを今から言ってみます。海上封鎖というのは非常に日本が脆弱なんですね。CGIS のシミュレーションは1ヶ月ほどの期間を想定しています。しかし、そこから先が問題です。戦争しなくても東シナ海、南シナ海を封鎖して、日本がエネルギーを遮断され、崩壊してしまう可能性があるんですね。で、この CSIS の、シミュレーションも日本の基地使用、米軍との共同作戦が前提になっています。日本が脱落したら台湾市の侵略も成功してしまう可能性があるんです。で、ここに図を示してみましょう。で、日本の核エネルギーが海上封鎖でどれぐらい耐えられるのでしょうか。ここの図で見ればわかるように、石油は民間だけで78日あります。その上に国家備蓄もあるので、150日から200日は可能です。LPG、55日の民間備蓄はあります。ところが、最近の気候変動で悪者呼ばわりされたためか、石炭の在庫はほとんどありません。28日分しかないんです。まあ、石炭を大量に備蓄すると火災の可能性があるので、買いだめを嫌がっているという面もあるでしょう。また、LNG、液化天然ガスはガスを超低温化で液状化するために、その冷却の手間がかかって備蓄はできないんですね。早く使わないと気化して減ってしまうという問題もあります。そのため各社とも保存は極力減らしていて、電力量 LNG で9日間、都市ガス量で15日間しかありません。こうなると海上封鎖された場合、もしくは台湾有事が起きた場合、その影響が1ヶ月以上続くならば、日本経済は化石燃料不足の面から崩壊してしまう可能性があるのです。こうなると備蓄を考えなくて良い
エネルギー源として原子力、再エネの存在が重要になっていきます。まあ、原子力発電は一度装填すれば何年間かの運転は可能なんですね。また法律上は13ヶ月に1回の定期点検をしなければいけないんですけれども、ウラン燃料はオーストラリア、カナダ、アメリカからなど外国から輸入しているんですけれども、それが一度に途絶するリスクはかなり少ないです。まあ、原子力発電所が攻撃対象になり、その破損によって放射性物質が拡散することを懸念する人がいますが、その危険があることは認めますけれども、可能性はかなり少ないと思います。ウクライナ戦争でも原子力発電所に対する破壊などの攻撃はありませんでした。まあ、再エネは電源となり得ます。しかし、電力は大量に備蓄できず、さらに発電は自然現象次第なので、他の電源と一緒にしか使えません。まあ、他の電力、こうしたエネルギーのですね、分散化について、今一度考えてみるべきではないでしょうか。残念ながら国会では、こうしたエネルギー途絶の危機について議論されている形跡がありません。メディアもあまり関心ないようです。だから、こうした機会を通じて皆さんにぜひ知っていただきたいと思います。まあ、2011年3月の東京電力の福島事故以来、エネルギー原子力政策は混乱してしまいました。まあ、今も原子力発電所の多くは動いていないんですね。で、また議論の中で複雑なエネルギー問題の議論が深まらずに、まあ、何も先に進まらなかった、原子力賛成反対の単純な議論ばっかりが行われていたように思います。まあ、ようやく世論が落ち着いてですね、原子力の活用についても政府が昨年から政策にしています。まあ、冷静な議論もできるようになっています。こうした視点で考えるとですね、まあ安全保障という新しい視点も加えて考えると、原子力は大きな意味を持ってくるのではないでしょうか。まあ、古代ローマから今に続く有名な格言があります。何時平和を起こせば戦争の準備をせよ。戦争が起きないようにするためには、仮想敵国に戦っても無駄だ、勝てないと判断させることです。通常兵器では、台湾の攻撃されても撃退されるような状況になっています。また、北朝鮮と韓国の間でも、北朝鮮が、韓国に勝てないという状況になっています。まあ、具体的な名前を出してしまいましたけれども。で、日本もですね、無資源国という弱点を克服して、エネルギー面で継戦能力を持つと しましょう。そうすると、中国や北朝鮮やロシアという、まあ日本に脅威を与え危険な国の指導者は、日本への侵略はためらうはずです。それは戦争の可能性を低下させます。まあそうした視点からエネルギーと原子力を考え直してみるべきではないでしょうか。まあ原子力、再エネ、また国際エネルギーである石炭やメタンハイドレートへの関心を向けて、まあその活用の可能性をいろいろ模索してみるべきではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。